小栗旬を有名にしたのは、矢口真里だった。破局後の二人の現状、小栗旬と矢口真里、この二人が付き合っていたということを知っている人は、多いことでしょう。しかし小栗旬は矢口真里と、交際中は、まだ今ほど有名な、俳優ではなかったのです。矢口真里との交際で、名前が出るようになった小栗旬。破局後にブレイクしたようです。小栗旬、プロフィール。生年月日、1982年12月26日。出生地、東京都。身長、184センチメートル。血液型、O 型。職業、俳優。ジャンル、映画、テレビドラマ。活動期間、1994年。配偶者、山田優、2012年。1998年、ドラマ、GTO。吉川昇役で連続ドラマに。初めてレギュラー出演する。背が低くて体が細く、典型的な、いじめられっ子役の姿は、後の小栗旬とは、全くかけ離れていた。2010年、映画、踊る大捜査線、ザ・ムービー3、奴らを解放せよ。や、ドラマ、帰国に出演。ドラマ、10位ドリトルでは、TBS ドラマ初主演となった。俳優業のほか、映画、シュアリー・サムデイで、俳優としては史上最年少となる映画監督デビューを果たした。小栗旬さんは今では知らない人はいないのではないかというほどに人気の俳優さんです。しかしデビュー当時は今とは違う感じの役を演じていたようです。小栗旬さんの初めてのドラマ出演はいじめられっ子の役だったというのです。今の小栗旬さんとはかけ離れた役で驚きですね。小栗旬は共演者キラーでも有名。小栗旬さんが東京都内に総額2億円の豪邸を建てたとの話で、かなりのセレブ、いじめられっ子役でスタートした小栗旬さんですが、今ではすっかり売れっ子の俳優さんです。今ではすっかりセレブとなった小栗旬さん。小栗旬さんの豪邸は奥とも言われているのだそうです。矢口真里、プロフィール。出生日、1983年1月20日。血液型、A 型。出生、神奈川県横浜市。ジャンル、J-POP。職業、歌手、タレント。活動期間、1998年、2013年、2014年。バラエティ向きなタレントで、ハロープロジェクト並びに、モーニング娘。1月25日、阿部夏実の、卒業により、モーニング娘。桜組の第2代リーダーに就任。矢口真里さんは当時とても人気のあったモーニング娘。のリーダーでした。当時の矢口真里さんの人気はとてもすごいものがありましたね。矢口真里さんといえば、辻ちゃん、小牧と並んで、モームス、切手の整形ちゃん。髪型は違うけど、矢口真里と辻のぞみの顔そっくり。矢口真里さんは年々、顔が変わっていっていると、噂になりました。当初の矢口真里さんよりも目が大きくなっているというのです。矢口真里さんは芸能人ですから、整形をしていても不思議ではないような気がしますね。小栗旬と矢口真里の交際報道。元モームスのメンバー中澤裕子さんがお二人を出会わせた。小栗旬さんは矢口真里と2004年の夏頃に交際をスタート。矢口はモーニング娘。を脱退し、結婚したいと周囲に漏らすも、06年4月に破局。矢口真里さんと小栗旬さんとの交際報道が出た時、矢口真里さんは大人気アイドルグループのリーダーで、小栗旬さんはまだまだ無名の俳優さんでした。小栗旬さんが無名だった頃、なんて想像ができませんね。しかし、矢口真里さんと小栗旬さんとの交際は、矢口真里さんの事務所に大反対されました。矢口はアイドルとして自分を裏切っていたと謝罪。ファンは恋をしてもいいと署名活動を行う騒動となった。交際は親公認の状態で、同誌によれば2人は4月に入ってから毎日のように逢瀬を重ねていた。矢口は事務所の指示に従わないので、事務所から男と仕事のどちらかを選ぶように迫られるが、矢口はあっさりと男を選び、モーニング娘。を脱退することに。小栗は矢口真里と
交際を始めた頃は、現在見たく知名度がなく、無名に近い俳優、小栗旬さんとの交際を、やめない矢口真里さんに、事務所は究極の選択を、迫りました。しかし小栗旬さんは、矢口真里さんがモーニング娘。を、脱退して、すぐに別の女性と、交際を始めました。矢口真里さんにとっては、ショックな出来事だったのでは、ないでしょうか。破局後の小栗旬。小栗旬って、花壇をきっかけに、人気に拍車がかかった。スケジュールが空いていないところを、小栗くんじゃないと、この役はできないと説得し続け、マネージャーさんに、手紙を書いたりもして、承諾してもらった。小栗旬と松本潤って、花壇やってた頃は、明らかに小栗さんの方が、人気でした。矢口真里さんと破局した後の、小栗旬さんは、その名前を、どんどんと上げていきました。小栗旬さんは今では、主演級の俳優さんとなりました。小栗旬と人気女優の、山田優が真剣交際していることが、スポニチ本誌の取材で明らかになった。小栗旬さんと山田優さんは、貧乏男子、ボンビーメンという、ドラマ共演がきっかけで結婚、ホワイトデーに入籍した。小栗旬と山田優が、アメリカハワイ、ラナイ島の、高級リゾートホテル、フォーシーズンズで挙式、披露宴を行いました。そして小栗旬さんは、山田優さんと、結婚をします。現在では、小栗旬さんは、山田優さんとの間に子供も、生まれました。幸せな家庭を築いているようです。破局後の矢口真里。矢口は2011年5月に、中村と結婚も13年5月に、年下モデルとの不倫が報じられ、同30日に離婚。翌月にレギュラー番組を、すべて降板し、雑誌コラムの、連載も打ち切られて、メディアへの露出がゼロとなった。矢口は、複数人で飲みに行き、ファッション誌の専属モデル優を、自宅にお持ち帰り、翌23日朝、ドラマの地方ロケを、予定より早く終えて帰宅した中村が、寝室で優と鉢合わせし、修羅場に、小栗旬さんに振られてしまった。矢口真里さん。その後、身長差があるお相手と、結婚します。しかし矢口真里さんは、旦那さんがいない間に、浮気相手を自宅に連れ込み、そこに旦那さんが帰宅するという、ドラマ化おまけの修羅場となります。そのことがきっかけで矢口真里さんは、離婚し、芸能界の活動も、休止することになりました。小栗旬と矢口真里についてのまとめ、いかがでしたか？小栗旬さんと矢口真里さんについてまとめてみました。小栗旬さんと矢口真里さんは、破局した後に対照的な道を歩んでいるようです。矢口真里さんは少しずつ活動を再開されているようです。小栗旬さんにはこれからも様々なドラマでその活躍を見たいですね。